今日も一日が始まる。この広い広い海から日が出る町と書いて日出町。昇る朝日は今日も綺麗だ。美味しいお魚は取れるけど、大きなショッピングモールとかはない。新鮮な野菜は食べれるけど、電車はたまにしか止まらない。名物はあるけど、まだ食べたことない。キラキラ光る海、大きな青い空が一番大好き。平和だな。でもこんなところでこの前ちょっとした事件が起きちゃって。おはようございます。おはようございます。それはあの人、いや、あの超有名人が残した一枚のメモがきっかけで。町長さんは突然、町民皆さんにお願いしたいと役場の偉い人を集めて、このリボンを町民の皆さんに作っていただきましょう。よろしくお願いします。そんなわけでキティちゃんのメッセージはあっという間に町中に広まって、日出町役場からお知らせします。町民みんなが幸せで結ばれるように、リボンを作って自分や大切な人に贈ることについて告示されましたのでお知らせします。なんかよくわかんないけど、町の人たちみんな仲良くなるぞとか言ってリボンを作り始めて、大切な人を思いながら幸せのリボンを作りましょう。はい。あっちもこっちもいろいろな人が次々に加わって、小さなリボンのリレーは大きな幸せを運ぶリレーとなっていくのでした。ありがとう。そしてついに私も大好きな人にリボンを渡すことになって、はす。でも本当に不思議なことに、みんな笑顔になるから。誰かが幸せリボンとか言ってた。なんだかよくわかんない事件だったけど、ハローキティと暮らす街だから、まあいいか。